はい。皆さん、こんにちは。マンダルクルピーです。では、今回はカンパニー・オブ・ヒーローズ、ノルマンディ進行続きをプレイしていきたいと思います。今回は、ミッション6、シェルプールになります。エイブル・チューターは、シェルプールに最終攻撃を仕掛ける。港を無傷で州に収める任務を与えられた。米海軍の USS テキサスが艦砲射撃でチューターを支援してくれるという内容ですね。テキサスは戦艦ですかね。では早速始めていきましょう。ミッションをプレイする。The Red Ball Express meant priority freight. Lots of it. We must have trucked a million tons of supplies up that goddamn road. But Jerry wasn't about to let his keyport city go without a fight. And fight he did.The 9th and 79th will be making the attack from the south, supported by the 4th Cav. Able and Dog companies will be central to the assault, striking directly at the main docks. This will be the most heavily defended part of the city. We can expect some heavy resistance.Deserted. Spread out and keep your eyes peeled. Hey, why is it Able Company's always up front getting shot at first? No, Johnson, it's not Able, it's just you up front getting shot at first. Shut up. You're gonna get us all killed. はい、ここから実際のミッションスタートになりそうですね。We know it, but the Krauts division won't surrender. The USS Texas is waiting offshore to provide fire support. To allow it to come within range, we need to destroy the coastal gun battery. まずは沿岸の砲台を破壊して、戦艦テキサスの艦砲射撃による支援を受けましょうというふうになっています。最初に広場を確保。これが一番最初にやることですね。ただ、スナイパーがここに入ってますよね。このスナイパーが邪魔なんで、スナイパーのライフルを車線上に入らないように、こっちから回っていきますか。ちょうどね、弾薬のドックもありますので。では、進めていきましょう。スナイパーライフル兵がいるところの、裏側って言ったらいいんですかね。そこにも、敵がちょっといて、なかなか簡単には突破できなそうな感じですね。スナイパーのいる裏側の、広場ですね。ここの攻防中ですけども、味方の方は増援がやってきましたね。ここはしっかり。増援を使っていきましょう。戦車もいますね。シャーマンとシャーマンクロコダイルがいるので、これでこのスナンパイライフルがいるところを焼いていきましょう。では、これで前進していきます。広場を取りに行きましょう。では、戦車を前進させます。全く問題ないとは思いますね。戦車であれば。敵の戦車が来ているので、戦車に側面をさらさないようにだけは気をつけましょう。では戦車を使って、広場ですね、ここを無事に
確保することができましたので、ここに前線司令部を配置して、あとはですね、この周辺に戦車の基地とか補給拠点とかそのあたりを築いておきましょう。並行して進軍して沿岸砲台を取りに行きます。では戦車を中心に敵の沿岸砲台に向かっていきましょう。まあ、戦車を、まあ、縦代わりにして歩兵も進めていきます。で、ここには戦車の基地作りました。どうだろう？戦車、M4 のシャーマン、まあ、何両か要請しておきましょう。今あるものだけだとちょっと不安ですからね。で、その他、兵舎や、補給拠点、回復拠点なんかも作りました。これで進んでいきます。さあ、ではですね。敵のこの沿岸砲台の近くまでやってきました。車両は4両体制にしてあります。これを使ってちょっとうまくね、敵を制圧していきましょう。まあ、車両4両とはいえですね、敵の対戦車砲なんかは非常に強力なので、まあ、しっかり回復なんかもしながらですね、戦っていければいいかなというふうには思います。戦車による十字砲火で敵の対戦車を、これをね、無力化しています。いや、さすが戦車ですね。戦車で完全に制圧完了しましたね。沿岸砲台を最後は破壊完了ですね。これで戦艦からのまあ、艦砲射撃による支援が受けられるという状態になりました。We have artillery support on the horn. The Germans are on their heels. では続いて、完全にね、この湾口施設の制圧という任務に変わっていくようです。まずはこの橋ですかね。この橋を渡らないといけないんですけど、ここに戦車がいっぱい退去しているので、ちょっとここをね、対戦車砲や、まあもちろん戦車を使いながら、なんとかね、突破していこうというところですかね。では、シャーマンをこの、戦車の位置に並べま、橋の位置に並べましょう。We have a situation at our base. では、戦車を中心に一旦橋を渡り切っちゃおうかなと思います。橋を渡り切ったところで、ちょっとね、敵を一掃して、まずは対岸の安全性を確保したいかなというところですね。戦車を1両失いました。シャーマンを失いましたが、一応ご覧のように橋を渡り切ったところで、陣地を築くことができています。この後南側を制圧して、その後北側へと、進軍していきましょう。では、さらに橋を渡り切ったところを確保しました。ここで陣地を築いて、主力部隊は南へと向かっていきたいと思います。これで南側制圧できましたね。あとは北上するのみです。マップの、右上の方ですかね。画面の左下ミニマップでいうところの右上、グリーンの
サークルが出ている場所を目指していきましょう。では、不当の一つ目ですね。ここに、艦砲射撃の支援を要請します。それと戦車と対戦車砲、さらに機関銃兵で一斉攻撃仕掛けていきましょう。これで制圧完了です。艦砲射撃で、この大きなね湾口施設破壊しています。あ、ただ敵も数がちょっと多くて、今戦車以外どこにも戦えてない状態ですね。一旦兵力立て直しましょう。では最後ですね、艦砲射撃で敵の拠点をね攻撃していきましょう。かなり防御が硬そうですよね。艦砲射撃が決まれば十分撃破できるかなと思います。敵の司令部を撃破完了です。このステージはなかなか骨が折れましたね。Sergeant Conti, HQ has something special for us. We're moving out. はい、ミッション完遂。このステージ2時間ぐらいかかってしまいましたけども、まずはね、攻略できたのでよしとしましょう。ではまたこの続きは別の動画でプレイをしていきたいと思います。